さてさてと、さあ用事も終わったんでね、沈下橋でも見て帰りましょうか。沈下橋とは、増水時に川に沈んでしまうように設計された欄干のない橋のことで、四万十川流域ではその景観が国の重要文化的景観として選定されている。あー気持ちいいな今日は最高だな天気が。とりあえず行き当たりばったりで、沈下橋探して回ってみましょうかね。お、早速ありましたね。あーバイク通れないや。おーい見えたやんけ、四万十川。同じ高さで走りたいわ、同じ高さで走りたい。水面はね近いほど美しいんでね。何言ってんだいやー最高だわ、バイクで来てよかった。朝は地獄だったけどな。おおマジで、マジかよ。いけるか。そんこんな残ってんの雪。昼は最高だわ。あー気持ちいい。国道381、ありがたいですね。いやでもあれですね、愛媛県の山の中の雰囲気とはやっぱちょっと違いますね。なんとなくこう山が低いっていうのかな、そんな感じだ。また景色が変わっていいですねこれは。え、22度、なきゃあるかい。そんなあったかいわけないやろ、十数度やろこれは。22度っていうのちょっと高すぎるわな。ほら14度だよここは。え、逆こっちに流れてんの。え、山の方向かってる感じがするんだけど、え、後ろが山なの。いやこっちに流れてるもんだと思ってた。どんどん河口に向かってんだろうね。山向かってるつもりが河口に向かって走ってるのか。はい、1個目の沈下橋が近づいてきましたね。そこら辺から左に入るんだね。あれか、向山橋。ちょっとだけ行ってみましょう。おお、へえへえっていう感想しか出てこねえな。こうね、流れに逆らうっていうか、こう流れをうまくいなすように曲線になってるんですね、縁がやっぱり。へえ、なるほどね。でもこのサイズならね、まだね愛媛県側にもね結構あるんでね、ちょっと次のやつにサクサク行きたいと思います。よいしょ、やばいな、早く行かないと日が暮れちまうよ。2時41分、もう3時か。はーい、なんでか知れないですけど、予策走ってます予策四国のね、代表的な国道っすよね、予策。その名に恥じぬ道っすね。もう荒れてるわ、苔だらけだわ、もうほんとセンターあたりは使えないですね、もう。でもこのね、木漏れ日がね、超綺麗になってね、今録画止めてたんですけどね、いやちょっとこれはね、綺麗だな。いや予策すごいな、これ国道だぜ国道お、四万十市、ご迷惑をおかけします。怖っ、落ちたら一発やなこれ。ガードレールください。さてもうそろそろお目当ての沈下橋なんですけど、あと 3.3 キロもあるな。
もうちょっと先か。おお、すごいでかでか。お、横と船がある。はあ、これはすごいな。すげえ景色、やば。はあ、なんかあれはキッチンカーまであるんですか。ああ、そうだね。はあ、はあ、すごい綺麗。猫ちゃんがいる。ちわ。ああ、ごめんよ。カフェオレのアイスください。ドローン飛ばしたかったんですけどね。誰か飛ばしてたんですよね、今。うん。よいしょー。ああ、すごい、これは。一枚だけ撮るか。さあ、もう一箇所だけ行ってちょっと帰ろうかな。もうっていうか時間的に厳しいんで、撮影できるような時間帯、タイミング、もう日が限りそうなんでね。もう一箇所、あと20分かかるか25分かかるんか。きついな。もう沈みそうなんですよね、太陽が。で、あの竜とそばかすの鎮火橋はですね、あっちですね、越知町の方なんで全然方向違いますわ。ここじゃない。まあでもね、今のところも良かったですね。カフェまであって一息つけましたわ。お、ここも鎮火橋、三里の鎮火橋、ちょっと寄ってみようか。おお、いい感じですね、ここも。こっちの方が俺好きだな。さっきのとこよりも。うん。あー、怖え。狭い。思ったより狭いな。いやー、いい景色だ、ほんと。あー、綺麗だね、ほんと。屋形船が向こう行ってんな。鵜飼とかじゃないよね。鵜飼用の船なのかな。よし、三郷の沈下橋攻略。高瀬の沈下橋。寄り道ばっかりしてて全然進まねえな。おー、ここもすごいな。逆光で何も見え。うおー、規模がすげえ。はあ、はあ、すごいな、ほら。おー、怖い。すごい。いやー、これなんで、ああ、ガードレールつけたらそうか、流されるのか、ガードレールが。いや、そりゃそうだな。よし、高瀬の沈下橋氷アーク。いやー、ここ結構綺麗だよね。ここいいよね。ああ、綺麗だ。すごい綺麗。よし。岩間の沈下橋到着。ここで最後にしようかな。沈下橋の上で止まらないでください。はいよ。駐車禁止。ああ、ロケーションはここが一番いいよね。このカーブの感じとか。おお、綺麗。
止まるなって言われたからね、ちょっと通り渡りきっちゃおうか。はあ、すごい。ちょっと写真撮る間ぐらいは止めていいですよね。一番ここいいんじゃないの、このねえ、だんだんと家がある感じがすごくいいですね。ちょうどよかったわ。これね、あっちに日が当たってて、もうちょっと遅かったら暗かったな、これ。はあ、いいね、いい景色だわ。生活道路か、道路だからね、あんまりこう止まって撮影とかっていうのはちょっとね、気を使った方がいいですよね。おっと、さあ帰ろうか。いやー、楽しかった。めちゃめちゃあっさり沈下橋をめでるツーリングでございました。でじゃあ、あのね、あの竜とタミクサじゃない竜と、そばかすの姫の沈下橋はね、全然方向が違うんでね、ここはまた機会をね見ていきたいと思います。はい、お疲れでした。また次の動画でお疲れでした。